さて、今回のポケモンは、ピカチュウ。ナンバー089といえば、ベトベトンじゃん。うわベトベトンはヘドロの中でも生き抜ける強靭な生命力の持ち主として、学会でも大いに注目されてんの。こら、やめんか、ベトベトン。わしゃ、今、大事な講義の最中なんじゃ。一説には海や地中の有害物質を吸収し、自然の浄化に一役買っとるとも言われておる。匂いはあまり良くないが、それはこの特殊能力のおかげかもしれんの。ではここで一句。ベトベトン、仲良くなったら臭くない。ポケモンと仲良くすることは良いことじゃな。みんなもポケモンゲットじゃぞ。